リキさん、6月16日です。前回、動画を送っていただいてから5日間しか経ってないですよね。なんか随分長い時間経ったような気がするんですけども、というのがね、ビットコインをはじめすごい勢いで、暴落してるというか、ビットコイン 60% 下落みたいな感じで、さすがにね、ボラティリティが大きいとは慣れていたんですけども、今回みたいなのはね、すごいですね。すごいけど、ビットコインの取得単価100万円以下、60万ぐらいで買ってるんで、なんかまだなんか含み益みたいな感じなんですよね。まあ、そんな量は多くないんですけども。だからやっぱこう、情報っていうのはいつ掴むかってことが大事で、早すぎてもどうなるか分かんなくって飛び込めないし、遅すぎるとすでにね、買う時期を逃すしみたいな感じですよね。まあ、でもすごいなと思うのは、そのインターネットってものが人生の途中で始まって、なんかね、それまでの人生の延長線上で自分の時間を考えていたら、とてもじゃないけどどんな救済の手もないかなと思ったら、テクノロジーっていうのはね、人を違った世界に運んでくれますね。まあ、今回の動画3本送っていただきましたけども、これもその一つなのかなと思ったら、なんかね、配信する意義があるって思うんですよ。じゃあこちらの動画紹介させてもらいます。これからもよろしくお願いします。